第5章イスラエルの女。ユダはそれからメッサラとどのような会話をしたのか、とりわけユダヤとその風習、厳格な生活ぶりをどのように彼が揶揄したかをこと細かに話して聞かせた。母は黙って耳を傾ける。ユダはかつての親友に会おうと宮殿を訪れた。昔のままの姿を思い描いていたユダの予想は裏切られ、かつての笑い声、思い出話の代わりにメッサラの前途洋々たる栄光、権力、財産の話を聞かされた。息子は困惑し、ひどく誇りを傷つけられたが、同時に生来の野心もかきたてられた。それが分かった母は極度に警戒をした。ユダの野心がこれからどの方向に向かうのだろう。息子がユダヤの信仰心から外れたらどうなるのか。これらユダヤ人特有の恐れを彼女は抱いた。それを避ける方法はただ一つ、神に仕える大切さを説くこと。息子への愛に駆り立てられ、言葉の端々に男性的とも思える力強さ、詩人の情熱をほとばしらせながら、母は直ちにそれを実行に移した。この世の中ではどの民族も自分たちが他に劣るなどとは思いません。ましてや強国は自分が優れていることを疑わないものでしょうが、ローマがイスラエルを見下して笑うとしたら、エジプト人、アッシリア人、マケドニア人の愚行を繰り返しているに過ぎないのです。神を嘲笑う者は同じ目に遭うのがオチです。母はますます語気を強め続けた。国の優劣を見定める掟などないのだから、優れていると主張すること自体が無意味なのです。人は生まれ落ちてから人生を走り抜き、やがては死んでいく。次の者が受け継ぎ、母姫名に名を書く。それが歴史というものです。神と人間を最も単純に表せと言われたら、私は一本の直線と一つの円を書きます。直線は神で、神のみが永遠に直進されるのです。円は人間の歩みを表し、それが人間の進歩というものです。私は決して国家の成り立ちに差がないと言っているのではありませんよ。一つとして同じ国はないのですから。ただその差は、その円の大きさや、それが広めてそれが占めている土地の大きさではなく、それがどういう異界にあるのか、つまり神からの距離によって測るべきなのです。ヘブライ人とローマ人を異界の高さという点で比べてみましょう。イスラエル人も時々神を忘れることがありますが、ローマ人は神のことなど全く念頭にないのですから、毎日の暮らしにおける異界の違いは明らかです。メッサラがユダヤ人には詩人も芸術家も戦士もいないと言ったそうですね。ということはユダヤ人には偉大な人物がいない、神に近い人物がいないということでしょう。では偉大な人物とはどういう人を指すのかしら。それは神に認められたものです。あるペルシア人は臆病な先祖たちを罰し捕囚とした。また別のペルシア人は聖地へと子孫を導く役を言いつかった。しかしもっと偉大なのはマケドニア人で、ユダヤと神殿の荒廃をもたらしたローマへの恨みを晴らしてくれました。ここで重要なことは、これらの人々がそれぞれの目的に応じて神に選ばれたということで、異邦人であることなど問題にならないのです。この偉大な人物の定義をしっかりと覚えていてちょうだい。世の中には人間の一番高貴な仕事を戦争だと考え、戦場を拡大することが最も偉大だとみなす風潮がはびこっています。けれども
そんな考えに騙されてはいけません。信仰心は不価値なものがある限り耐えることはないのです。野蛮人は何より力をあがめ、恐れ、祈りを捧げる。これが英雄信仰です。ユーピテルはローマの英雄でなくて何でしょう。ところがギリシア人は違います。彼らが偉大なのは知性が力より勝るとみなしたからです。アテネでは雄弁家や哲学者は戦士より尊敬されました。競技場では戦車競技者や奏者が人気を集めますが、永遠の花と言われるのは最高の詩人です。偉大な詩人を生み出した町は7つの町に匹敵するとさえ言われています。しかし古い野蛮な信仰を打ち破ったのはギリシア人でしょうか。いいえ、そうではありません。その栄光に輝くのは私たちユダヤ人です。我々の祖先が野蛮な信仰に変えて神を打ち立て、恐れの叫びを賛美歌や神への賛美に変えたのです。ユダヤ人とギリシア人が全人類の歩みを進め高めたのです。けれども愚かなことに、この世の支配者たちは戦争を永遠だと考えています。ローマ人は知性、神の上に皇帝をいただいて全ての権力を集め、他の偉人を排斥したのです。ギリシアが支配した時、おびただしい数の天才を拠出しました。自由な世界がどれだけ知性の塔を生み出したことでしょう。それはあまりに見事、あまりに完璧であったため、あのローマ人でさえ戦争以外のことではギリシア人にぬかずき、真似ることしかできなかった。フォーラムでの雄弁家の手本はギリシア人ですし、ローマの歌もギリシア音楽の模倣にしか過ぎません。ローマ人が道徳、抽象概念、自然の神秘について語っても、それはギリシア人の評説家、ギリシア人が始めた学派の弟子になるというだけのことです。野蛮な大衆は満足させるための血生臭い競技や見せ物もギリシア人が生み出したものです。ローマの信仰も他の民族の信仰の寄せ集め、彼らの最も敬う神々もオリンポスのものだし、マルスも崇めるユーピテルでさえギリシアのものです。戦争だけが唯一ローマの始めたことなのです。息子よ、全世界のうちでこのギリシアの素晴らしさに対抗できるのはイスラエルだけ、天才たちの栄光に匹敵するのはユダヤ人だけなのです。それに比べローマ人はただただ利己的で鈍感で、目も見えない輩に過ぎません。恥知らずの盗っ人です。けれども彼らの大きな足音は大地を揺るがし、悔しいことにユダヤをねじ伏せてしまいました。ローマ人は今や一番高く最も聖なる位置を占めており、その繁栄がいつまで続くのか誰にも分かりません。ユダヤは金槌で叩き潰されたアーモンドのように粉々になり、その中心のエルサレムは食い尽くされてしまった。それでもイスラエルの民の栄光は手の届かない天空の一条の光です。私たちの歴史は神の歴史で、私たちは神の手で書き、神の言葉をしゃべり、私たちのどんな些細な善行の中にも神はおられます。市内の法の制定者、荒野の導き手、戦争における軍師、国家における王として、神はいつもユダヤの民と共にいてくださるのです。いつの日かきっと神はまたまばゆい天の帳を払って我々に向かい、幸せへの正しい道やどう生きるべきかを示してくださる。永遠の契約に神の全能を与えると誓ってくださるのです。息子よ、神とこのように親しいユダヤの民が
神から何も与えられないことがあるかしら。私たちの日々の生活や行いの中に神々しい天父の才能が見えたとしても何の不思議があるでしょう。しばらくの間、扇を動かす音だけが聞こえた。彫刻や絵画という分野に限って言えば、ユダヤに傑出した芸術家が出ていないことは確かです。それは悔しいといった口ぶりだった。というのも母はサドカイ派で、パリサイ人とは違ってあらゆる美の愛好家であったからだ。しかし、義を行う者は忘れてはなりません。我々は巧みに手を使うことを禁じられているのです。あなたはどんな彫り物も模造品も作ってはならない。ソフェリブ人は意地悪くこの言葉を拡大解釈しました。けれどもね、アッティカに天才彫刻家ダイダラスが現れ、今までの彫刻の域を超えてコリントやアイギナ学派を打ち立てるはるか以前に、そしてポエシレやカピトリウムが成功を収める前に、二人のイスラエル人、ベザリールとアホリアブが最初のユダヤ神殿を建てたのです。これを忘れてはダメです。二人は巧みな細工で契約の箱の蓋に取り付けられた英知天使像を彫ったのです。それは、のみも使わず金箔を打ち付けた人と聖なるものとが混じり合った像です。彼らはその翼を高く掲げ、顔を見合わせている。これを美しくないなんて誰が言うかしら。正真正銘、最初の彫像だということを誰が否定するかしら。なるほど。それを聞いてどうして我々がギリシア人に先を越されたかが分かったぞ。我々の才能の証拠とも言うべき契約の箱がバビロニア人に壊されてしまったからだ。興奮したユダが言う。違います。ユダ、信じなさい。それは壊されたのではなく、山の洞窟にそっと隠されているだけなのです。ヒレル様もシャマイ様も言われたのですが、いつか神のおぼし召しの時にこれが発見され、持ち出され、イスラエルの民はその前で歌い踊るはずです。象牙のミネルヴァを見た者も、契約の箱の地天地の顔を見れば、何千年と眠っていたユダヤ人の才能を褒めたたえ、私たちの手に接吻をするでしょう。母はまるで弁論家のように早口で力強く喋っていたが、少し落ち着いて考えの意図をたぐろうとしばらく呼吸を置いた。ユダは心から感謝の気持ちを表した。素晴らしいお母様、ありがとうございます。ヒレル様でもシャマイ様でもこれほど雄弁に話されないでしょう。これでもう一度イスラエルの息子であるということに自信が持てました。褒めすぎです。でもこれはヒレル様が以前ローマから来た学者の前で話されたことをただ繰り返しただけなのです。でもお心がこもっていた。また母の顔に真剣さが戻った。話はどこまで行ったかしら。そう、ヘブライ人の先祖が初めて彫刻を作った話でした。もちろんこの彫刻家だけが芸術家でもありませんし、すべての芸術が偉大だというのでもないけれど、私はいつも頭の中で歴代の偉人の行列を思い浮かべるの。インド人がいれば、エジプト人、アッシリア人もいる。みんな国ごとに固まって歩いていて、ラッパの音が響き、旗が美しくなびき、行列を一目見ようと、敬虔な観衆が5万と集まっている。行進をしながらギリシア人はこう言うでしょう。見てください。我々ギリシア人が先頭を行く。ローマ人がこう言うわ。黙れ。今では俺たちが貴様たちの場所を占めるのだ。貴様らは土くれのように、
踏まれ取り残されるのがオチだ。ところがこの間中ずっと行列の先頭からはるか後方に至るまで全てを一筋の光が照らしているの。これは啓示の光です。その光に気づいている者がいても、それが一体何の光か分かってはいません。その光を誰が持っているのかしら。そう、それはユダヤ人です。考えるだけで胸がワクワクするでしょう。神のしもべ、契約の守り手であり、その光を掲げるユダヤ人は三重に祝福を受けています。お前は聖者、使者、すべての人の指導者、行列の先達。たとえローマ人が皇帝であろうと、その役はお前のものです。ユダの心は強く揺さぶられた。続けてください。すごいな。タンバリンの音が聞こえるような気がします。ミリアムやそれに続く踊り子や歌手もやってくるんでしょ。母は息子に調子を合わせ話し続ける。ミリアムのタンブリンが聞こえるのなら、選ばれたユダヤの民が行列の先頭を歩いてくるのを道端で眺めている、そんな情景を思い浮かべられるでしょ。来たわ、来たわ。まず長老、そして族長、ラクダの鈴の音や家畜の鳴き声も聞こえてくる。一人他から離れて歩いているあの方はどなたでしょう。年老いているけれど目も活力も衰えていない。神と対面した人、そう、モーセです。戦士であり詩人、雄弁家、法律家、預言者、その意向は昇り来る朝日のごとく照り輝いて他を圧倒し、ローマ皇帝でさえ霞んでしまう。その後ろは指示、そして王たち。エッサイの息子は戦場の勇士で、海や天の歌い手。そのまた息子は財力も知恵も抜きんでた王。砂漠に植物を植えて町を作り、神がこの世の在所とされたエルサレムを決して忘れはしなかった。地面にひれ伏しなさい。次に来るのは預言者たちよ。たとえ生活は悲しみにあふれ、服には墓や洞窟の匂いが染みついていても、まっすぐ顔を上げ天の声に耳を澄ましておられる。ほら、女たちの歌声に耳を澄ましてごらん。神をたたえよ。神は勝利を収めたもう。そう、深く頭を下げましょう。あの方たちは神の言葉、神のしもべ、天や未来を見通して神の御言葉を書き記し、その正当性を死の審判に委ねるのです。王でさえ彼らに近づく時には顔色を失い、諸国も彼らの声に震え上がる。万物の元素も彼らに従い、すべての災いもすべての恵みもその手で運んでくる。ティシュベ人エリアとその召使いエリシャをご覧なさい。かわいそうな祭司ヒルキヤ、ケバル川の預言者エゼキエル、バビロニア人を拒んだユダのハガイ、ゼカリア、エズラをご覧なさい。そして居並ぶ王侯貴族を前にして、先制家を震えさせたイザヤを。息子よ、大地に接吻を。来たるべき救い主の約束を知らせるアモスがあちらから来られます。扇は絶えず動いている。それが止まり、彼女の声が低くなった。疲れたでしょ。いいえ、まるで新しいイスラエルの歌を聴いているようだ。母はまだ楽しげにしゃべり続ける。これが我々ユダヤの偉人、長老、立法者、戦士、詩人、預言者です。それではローマではどうかしら。モーセに匹敵するのはカエサルです。ダビデにはローマの王タルクイニウス、祭司の血筋マカベアにはシラ、詩人には元老院が、ソロモン王は
アウグストゥスにあたります。では最も偉大な預言者はどうでしょう。彼女は軽蔑の笑いを漏らした。ごめんなさい。カエサルに3月15日を警戒せよと言って鶏の内臓に矜持の印を探した占い師を思い出したのです。それと比べるとサマリアに行く途中丘の頂上に座って50人体を前にし溺れるエイハブに神の怒りを警告したエリアの神々神々しいこと、不敬と言われるかもしれないけれどエホバとユーピテルを比べるにはそのしもべの行為で判断するより他ないでしょう。さあそこでお前の務めです。それはローマの神ではなくイスラエルの神に仕えることです。アブラハムの子孫にとって神に仕えることが一番の栄光なのです。ということは軍人になればよいのですか。ええ、その通りです。モーセも神を戦士と呼ばれたでしょう。鼓台を長い間沈黙が覆った。最後に母が言う。お前が軍人になることを許します。もしお前が皇帝ではなく神に仕えるのであれば。満足した息子はやがて眠りについた。母は立ち上がって息子の頭の下にクッションをあてがい肩にショールをかけて優しく接吻をすると部屋を後にした。第6章事件。誰でもいずれは死を迎えるものだが信仰深い人たちは死は天国で目を覚ますだけのこと、何ということはないという。この世でこれに近い経験といえばおそらく心地よい眠りから覚めた途端に幸せに満ちた光景や音が飛び込んできた時だろう。次の日の朝ユダの目覚めがちょうどそれだった。太陽はすでに山のはるか頭上に昇り鳩の群れが白くきらめきながら大空を舞い南西の方角には青空にくっきりと浮かび上がった輝く黄金の神殿が見える。どれも見慣れた光景だ。寝椅子の端には15歳くらいの少女が腰をかけ盾ごとを膝の上に乗せてつま引きながら歌を口ずさんでいた。青年は振り返って少女の声に耳を傾けた。目覚めたモーナ、されど我が歌を聞きたまえ愛しき人よ。ゆらりゆらりと眠りの海を漂い耳を澄ませと汝の魂に恋願う。目覚めたモーナ、されど我が歌を聞きたまえ愛しき人よ。まどろみの貢ぎ物憩いの王、我が幸せの夢を運びきたらん。目覚めたモーナ、されど我が歌を聞きたまえ愛しき人よ。あまたの夢の中でこれこそ汝のもの、いずれの夢より聖なるもの。選びたまえ眠りたまえ愛しき人よ。されどもし我を夢見ざれば二度と再び選ぶことをあたがわず。娘は盾ごとを下ろし手を膝の上に置いてユダが話し出すのを待っている。ここで少しユダの家族のことに触れてみたい。ヘロデ王の治世になった折王の特別の配慮によってユダヤの豪族の多くは広大な領地をそのまま保有することを許された。このように富も家柄も持ち合わせ持つ幸運なユダ族の人々はエルサレムの王子と呼ばれユダヤ人からもユダヤ人以外の者からも多くの尊敬を集めた。中でも公使にわたって一番人望があったのは今ここで語られているユダの父親であった。自分の民族を絶えず念頭に置きながらも常にヘロデ王に忠実で国内でも国外でも誠実に務めを果たした。さらに所用でローマに出向いた時にアウグストゥスの目に留まり皇帝の籠を欲しいままにした。
したがって、ハーケには紫の塔が、象牙の椅子、金の装飾品など、皇帝から贈られた名誉な品々が数多く残されている。しかし彼は資産家であるのは、寵愛を受けたというよりも、自ら実業家の手腕を発揮したからに他ならない。遠くレバノンの平原や丘陵地では、放牧に携わる牧童たちが家畜の数を報告してきた。沿岸部、内陸部の交通網を支配し、スペインの鉱山から銀を船で持ち帰り、大将が1年に2度、東洋から絹や香料を運んできた。その一方で、ヘブライ人として立法や儀式を遵守して、街道や神殿の参拝も欠かさず、経典もよく学んだ。知識人を尊び、ラビのヒレルを最も崇めた。しかし彼は決して分離主義者ではなく、異邦人であれ、宗旨の違う人であれ、喜んで受け入れた。サマリア人をもてなしたと口うるさいパリサイ人たちに咎められたこともある。彼がもし今も生きていたなら、高名なアテネの雄弁家、ヘロデ・アティカスの宿敵とみなされたことであろう。しかし、十数年前、働き盛りの時にこの世を去り、ユダヤ中の人々がその死を嘆き悲しんだ。残された家族3人のうち、未亡人と息子はすでに紹介したが、残りの一人、それがユダの横で歌を口ずさんでいる妹である。娘は名をティルザという。今、見つめ合っているこの兄とウリ二つで、端正なユダヤ人特有の顔立ちをしているが、まだあどけない子供っぽさをとどめ、それがどうにも愛らしい。くつろいだ部屋着のシフトドレスは右肩で留められ、胸、背中、左腕をゆったり覆っており、腰を帯で結んでいる。髪飾りはティルスで染められた赤紫の絹のキャップで、その上にあでやかに刺繍された同じ布のスカーフが飾りピンで留め付けられ、その中心からは飾り房が垂れ下がっている。身につけたアクセサリーはすべて金で、首には金の鎖の先に真珠がぶら下がっている。アイシャドウをつけ、マニキュアをし、一巻きの巻き毛を耳元に残して、長いお下げ髪を後ろに垂らした姿には、生来の優雅さ、美しさがあふれていた。きれいだね、ティルザ、と心を動かされてユダは声をかけた。歌が？そう、歌もだし、歌い手もだ。どことなくギリシア風の歌だけど、どこで習ったんだい？先月劇場で歌っていたギリシア人を覚えてる？宮廷のヘロデ王とサロメ様の御前で歌ったことがあるという噂よ。あの人が剣闘の試合の後にやってきたの。はじめはとってもうるさかったのに、あの人が歌い出すと途端に静まり返って、おかげで歌詞が全部わかったわ。これはその歌なの。でも歌手はギリシア語で歌ったんだろ？私はヘブライ語よ。わかってるよ。お前ほどの妹はなかなかいやしない。僕の自慢さ。アムラが朝食をここへ持ってくるから、お兄様は下へ来なくていいって。それを言いつかってきたの。昨日何かひどいことがあって、お兄様の具合が悪いって心配してたわ。一体何があったの？教えてくださいな。エジプト流の治療をアムラに頼むこともできるし、アラブ流の治療なら私も知ってるもの。それは、エジプトのよりインチキ臭いって言うんだろ？首を振りながら兄は答えた。そうかしら。それならいいわ。そう答えると彼女はすぐさま手を左の耳に当てた。そんなものはどうでもいい。だってもっと確かでいいものがあるもの。
ペルシアの魔術師からもらったお守りよ。いつの時代のものか古すぎてわからないわ。ほら見て、もう字もほとんど消えかかってる。兄は妹からイヤリングを渡されたが、それを見るなり笑いながら返した。僕は死んでもお守りの世話にはならないよ。アブラハムの子孫には禁じられている偶像崇拝だ。持っててもいいけれど身につけるんじゃない。禁じられている、そんなことはないわ。おばあさまが何度これをつけて安息日を過ごされたか。3人以上の病人を治されたのよ。ここにラビの印があって認めていただいているもの。それでもお守りは信じない。妹は驚き兄を見上げて言った。アムラは何て言うかしら。アムラの両親はナイル川で水揚げ車を動かしていたんだから。じゃあガマリエル様は。それこそ不信者やシケム人の作り出した神を冒涜する作り物だとおっしゃるよ。ティルザはイヤリングを疑わしげに眺めた。じゃあこれをどうしようかしら。いいよ、つけておき。お前によく似合うから。とても綺麗だ。もっともつけなくてもお前は綺麗だけれど。ティルザは安心してイヤリングをまた耳につけた。ちょうどその時、アムラが盆に手洗い鉢、水、ナフキンを乗せて部屋に入ってきた。ユダが沐浴を手短に済ませると、アムラは下がり、ティルザが兄の髪を整えた。ウェーブが思い通りに仕上がると、当時の若い女性の流行だった金属製の手鏡を帯から取り出し、髪の仕上がりの具合を見せようと兄に手渡した。その間二人はおしゃべりを続ける。ティルザ、実は家を出ようと思ってるんだ。驚きのあまり妹は手を止めた。行くってどこへ？いつ何のために？兄は笑った。おいおい、すごい質問攻めだな。お前はなんていうやつだ。次の瞬間、真面目な顔つきになった。ユダヤの男子は何かの職に就かなければならないと立法で決められているのは知っているだろう。お父様は素晴らしいお手本を示してくださった。おかげで僕たちはこのような暮らしができるのだけれど、お前だってお父様がせっかく残されたものを僕がただむさぼっていてはよくは思わないだろう。だから僕はローマに行こうと思う。それなら私も行くわ。お前はお母様と一緒にいなくちゃダメだ。二人ともいなくなったらお母様は生きていけないよ。たちまち娘は顔を曇らせた。そうね、その通りだわ。でも本当にお兄様は行かなくっちゃならないの？エルサレムでも商売のお勉強は十分できてよ。もしそれがお兄様のご希望なら。そう、でも僕は商売をする気はないんだ。立法で父の職業を継げとは決められてはいないんだから。じゃあ何をなさるの？軍人だよ。自信に満ちた声で彼は答えた。妹の目に涙が浮かんだ。お兄様、軍人なんかになったら殺されてしまう。それが神のご意志なら仕方ない。でも軍人が皆戦死するとは限らないよ。兄の首に腕を回して妹は言った。私たちこんなに幸せに暮らしているんですもの。お兄様、お願いだからどこへも行かずにお家にいてくださいな。家というものは変わっていくものだ。お前だっていずれはこの家を出ていくんだから。いいえ、出ていかないわ。血相を変えて答える妹に微笑みながら兄は言った。いつかユダの王子か誰かがお前をもらいにやってくる。そしたらお前は嫁いでよその家の人間になってしまうよ。
それじゃ僕はどうすればいい？妹はすすり泣き始めた。軍人も職業なんだから、徹底して学ぶには学校へ行かなければならない。そしてローマの軍隊ほど素晴らしい学校はないんだ。でもまさかローマのために戦ったりなさらないんでしょ？訴えるように妹は尋ねた。お前もローマを憎んでいるのか？誰だって嫌いだよな。ティルザ、そうだ、こういうことができる。僕はローマのために戦う。いつかローマを倒すために。いつ出発なさるの？アムラの戻ってくる足音が聞こえた。し、アムラにこのことは内緒だよ、と彼は言った。忠実な奴隷は朝食を盆に乗せて部屋に入ってきた。それを机の上に置くと、腕に白いナフキンをかけ、給仕をしようとそばに控える。二人がボウルの水で指をゆすいでいると、外が急に騒がしくなった。耳を澄ませると、家の北側の通りで軍隊が打ち鳴らしていた。近衛兵の行進だ、見なくっちゃ。そう叫ぶと、青年は長椅子から立ち上がり、屋上に走り出た。ユダは屋敷の北西角の屋上にある瓦葺きの欄干から身を乗り出して見物した。もう無我夢中で、ティルザが肩に手をかけていることすら気づかない。あたりで一番高いその屋上からは、東側の家々の屋根がアントニア城の塔までずっと連なっているのが一望できた。すでに述べたように、アントニア城は駐屯兵の要塞でもあり、将軍のいる軍本部基地でもある。狭い通りのあちこちには橋や覆いがかかっているが、そこかしこに楽隊の音楽に誘われて、男や女、子供が集まっていた。といっても音楽とは名ばかりで、ラッパの騒音と兵士たちの好きなリチュイの甲高い音に過ぎなかったが、やがて整然と並んだ軍隊が現れた。まずは投石戦士や弓手といった軽装備兵たちが十分な間隔をとって行進してくる。次は重装備をした主力歩兵で、大きな盾や長剣、長槍を手にしていた。彼らの後には軍楽隊が続き、それから将軍が一人馬に乗って現れ、その後ろには護衛の騎兵隊、それからまた重装備の主力歩兵が整然と道いっぱいに広がっている。後から後から隊列の波はいつまでも途切れることがない。兵士たちの筋骨たくましい体、左右に規則正しく揺れる盾、一点の曇りもなく輝いている鎧の鱗、留め金、胸当て、兜、兜の先端の羽飾りが揺らめき、旗や鋲のついた槍も揺れる。自信に満ちた惜しい足取りや厳粛で緊張した物腰、これら一糸乱れぬ機械のような隊列全体の動きにユダは感銘を受けた。それが心に焼き付いた。とりわけ目を引いたものが二つあった。まずは軍団の和紙、高い支柱に乗せられた金箔の像であると。大きく広げた羽を頭上で合わせたこの和紙像は、屋外に持ち出されると心臓とみなされることをユダは知っていた。もう一つ関心を引いたのは、隊列の中ほどを馬に乗って進んでくる将軍であった。鎧に身を固めてはいるが、兜はつけておらず、左腰に短剣を刺し、手に白い巻物のように見える杖を持っている。鞍の代わりに敷かれた紫布の上にまたがり、縁飾りのたくさんついた黄色い絹の手綱を持っていた。この将軍がはるか遠くに姿を現しただけで、たちまち見物人は興奮し、
怒号ややじを飛ばし始めた。欄干を乗り越え拳を振り上げている者、大声を立てながら追っかける者、橋の下を通る将軍に唾を吐きかける者もいる。女が投げつけたサンダルが命中したこともあった。将軍が近づいてくると人々が何を叫んでいるのか聞き取れた。盗っ人、暴君、ローマの犬、イシュマエルと出て行け、アンナスを返せ。平然と歩みを進める隊列とは対照的に罵声を浴びているこの将軍が冷静でないことはユダにも分かった。顔は浅黒く陰険で、時折群衆を恐ろしい目つきで睨みつけている。その凄まじい形相に恐れをなして尻込みする者もいた。初代カエサルの頃からの習慣で、総督はその官位の象徴として公の場では頭に月桂冠をかぶることになっていた。つまり月桂冠を頭につけたこの将軍はユダヤの新しい総督バレリウス・グラトスということになる。実のところユダは群衆に罵倒されている総督に同情さえ覚えた。だから総督がこの屋敷の角まで来た時、もっと下の様子を見ようと欄干からさらに体を乗り出した。その時思わず手が割れたままになっていた瓦の上に乗った。途端に外側の瓦が外れて落下した。恐怖が体を突き抜ける。慌てて落ちる瓦を手を伸ばして押さえようとしたが、それが逆に瓦をより遠くへ落とすことになってしまった。しかもその仕草は瓦を投げたように人々の目に映った。ユダは大声を上げ、その声に近衛兵も総督も上を見上げた。次の瞬間、落ちた瓦が総督を直撃した。衝撃で総督は落馬し、死んだように動かない。即座に隊列は動きを止め、近衛兵は馬から飛び降りて総督の体を盾で覆った。ユダの頭の中には今起こったこと、これから起こることが瞬時によぎり、立ちすくんでしまう。しかし辺りの群衆は故意にユダが瓦を投げたと思い込み、やんやの喝采を送った。そればかりか、辺りの攻撃的な気分は屋根から屋根へと瞬く間に伝染し、人々を暴挙に駆り立てた。群衆は我先にと欄干や瓦や土くれを隊列に向かって投げ始め、辺りは一時大混乱になった。ユダは真っ青な顔をして欄干から体を起こした。ティルザ、ティルザ、どうしよう。事件を目撃していなかった妹は、周りの人々の叫び声や興奮する様子を目にして、何か取り返しのつかないことが起こったということだけは悟った。しかし実際に何が起こり、そのためにこれから何が起こるのかというようなことは皆目わからなかった。一体何が起こったの、どういうことなの、ひどく怯えて妹は尋ねた。ローマ総督を殺してしまった。瓦が落ちて当たったんだ。まるで見えない手が灰を降り注いだように、妹は顔面蒼白となった。兄の体にしがみついて声も出せずに兄を見つめている。自分の恐怖が妹に伝わったことで、逆に兄は落ち着きを取り戻した。もちろんわざとやったんじゃない、ティルザ、事故なんだよ。でもどうなるの。ユダは通りで屋上でますます激しくなる騒ぎに目をやりながら、グラトスの陰険な顔つきを思い浮かべた。もし総督が死ねば、激怒に駆られたローマ軍がどのような報復をユダヤ人に加えるのか。もし総督が無事だとしても、総督本人が一体どのような復讐を企てるのか。青年は再び欄干から乗り出し、下の様子を見た。
護衛兵が総督を助け起こして馬に乗せていた。生きてるよかった、ティルザ、神のおぼし召しだ。そう叫ぶとユダは明るい表情を取り戻し、部屋に戻りながら妹に言った。大丈夫だよティルザ、あれだけ皇帝に尽くしたお父様のこともあるから、事情をよく説明すればお咎めは受けないよ。ユダは妹を鼓台に連れて行った。しかしその時、階下で屋根がきしり、太い木材を打ちつける音がとどろいた。それに続いて下の中庭ではただならない叫びが起こった。ユダは立ち止まり耳を澄ます。大勢のなだれ込む足音、怒声、それに混じって祈る声、怯える女たちの叫び声。ローマ兵たちが北門からなだれ込んで屋敷を占領したのだ。捕らわれるという恐怖感が全身を包んだ。逃げなければ、でもどこへ、翼でもなければ無理な話だ。ティルザは目に恐怖の色を浮かべ、兄の腕にすがりついた。お兄様、私たちはどうなるの。召使いたちは皆殺しに遭い、もしかするとお母様も。今叫んだのはお母様かもしれない。そう思うと矢も盾もたまらなかった。ユダは動揺をあらわにして言った。ここで待っていろティルザ、下に行って様子を見てくるから、すぐに戻ってくる。妹は一層しがみつく。その時、鋭い母の叫び声がはっきりと聞こえた。おいで、一緒に来るんだ。階段の下のテラスにはローマ兵があふれていた。剣を抜いた兵士が部屋をかっ歩し、召使いの女たちは膝をつき、肩を寄せ合い命乞いをしていた。少し離れたところでは、服を引き裂かれ、長い髪を振り乱した女が、男の腕を必死に振り払おうとしている。その女の声が怒号をつんざいて屋上まで届いたのだ。飛びかかるようにユダはその女のもとに走り寄った。お母様、お母様。母は腕を伸ばした。しかしその腕に届くと思った瞬間、ユダは捕らえられ、横に跳ね飛ばされた。大きな声があたりに響いた。こいつが犯人だ。ユダはその声の主を見た。メッサラであった。見事な甲冑に身を固めた背の高い上官が言った。なんだって、これが暗殺者か。まだガキじゃないか。なんと、それは聞き慣れないお説ですな。人は年を重ねて初めて殺すだけの憎しみを手に入れる。さてさて、セネカはこの新説を何と言うでしょう。これが下手人、その母親、そしてあそこにいるのは妹。これがハー家の一族です。メッサラはいつものようにもったいぶった調子で言う。母たちのためにユダは昨日の喧嘩のことも忘れて必死に頼んだ。助けてやってくれメッサラ、どうか子供時代のことを思い出して助けてやってくれ、お願いだ。メッサラはせげないそぶりで言う。役には立てないな。そして上官の方を振り返ると、通りはもっと面白いですぞ、エロスは敗れマルスが勝つんだと言いながら立ち去っていった。ユダは彼の言わんとすることが分かり、胸が張り裂ける思いだった。神に祈った。神よ、どうかこの手でいつかあいつに復讐できますように。そして死に物狂いで上官に近づき頼み込んだ。お願いです。これは私の母、これが妹。どうかこの二人を助けてやってください。あなたが情けをかけてくだされば、必ず正義の神はそれに応えてくださるはず。上官はその言葉に心を動かされたようであった。この女たちを城に連れて行け。ただし手出しをしてはならん。俺の命令だ。
それからユダを捕らえている兵士に言った。紐で縛って通りに連れ出せ。まだこいつの刑は決まっておらん。母はローマ兵に連れ去られた。恐ろしさに打ちのめされたティルザも部屋着のまま引き立てられていった。最後の別れが色褪せることを恐れたのだろうか。ユダは二人の姿を最後まで見送ると手で顔を覆った。涙を流していたのかもしれないが、誰も見た者はいない。実はこの時、ユダの心に大きな変化が起こっていたのだ。読者の皆さんは、これまでこのユダヤの青年が大変穏やかな、女性的と言っても良い性格の持ち主であることに気づかれただろう。それは深い愛の中で育まれたものの習性と言っても良い。たとえ彼の中にもっと荒々しい性格があったとしても、今まではそれが現れる環境にはなかったのだ。時に激しい野望に突き動かされもしたが、それは形のない夢のようなもの。まるで海べりを歩いている子供が沖を行き来する豪華船を見て抱くような夢でしかなかった。しかし今突然、いつも崇めていた一つの偶像がその祭壇から投げ出され、小さな愛の世界の残骸の中に転がった。それが今、この若きベンハーに起こったことである。もちろん目に見える証拠があるわけではない。彼に起こった変化といえば、腕を縛られる彼の唇から柔和な表情が消えたぐらいのこと。しかしそれは少年が男になった瞬間であった。中庭でラッパが吹き鳴らされると、たちまち廊下から兵隊たちの姿が消えた。略奪品を持って整列することはできないと、多くの兵士が手にしていた品をその場に放り出したので、床の至るところに高価な品々が散らばっている。ユダが降りてきた時には、兵隊たちが整列し、上官が最後の命令を下すところであった。母、娘、屋敷の使用人すべては北門からすでに立ち去り、壊れた門の残骸が通路を塞いでいた。この屋敷で生まれ育った召使いが泣き叫ぶ声ほど哀れなものはない。馬や家畜が最後の一頭まで彼の前を引き立てられて通り過ぎたとき、ユダは相当の報復讐がいかなるものかを思い知った。建物全体がもぬけの殻。命令は徹底を極め、屋敷内には一っ子一人残されてはいなかった。ユダヤの国にもしまだローマの総督を暗殺しようと企てている不穏な奴らがいるとしたら、このハー一族は格好の見せしめとなり、この廃墟となった館はその生き証人である。上官は兵士が門を落ち着ける間、外で待機していた。通りの騒ぎはほとんど鎮圧されていたが、ところどころでまだ砂ぼこりが立ち上っている。この騒ぎの間中、歩兵隊の隊列は立ち止まって待機していた。ユダは引き立てられていく群衆の中に、母や妹の姿を探したが、どこにも見当たらない。突然倒れていた一人の女が立ち上がり、門のところに引き返してきた。近衛兵が押しとどめようとしたが間に合わず、大きな叫び声を上げた。女はユダのところに走り寄り、ひれ伏して彼の膝をつかんだ。埃にまみれ、乱れた黒髪が目を覆っていた。ああ、アムラ、神の救いよ。すまない、僕は何もしてあげられないんだ。彼女は声も出ない。彼は耳元でささやいた。生きておくれ、アムラ。お母様とティルザのために。必ず二人は帰ってくるから。そして、ローマ兵が女を引き離した。すると女は手を払いのけて立ち上がったかと思うと、一目散に門を通り抜け、がらんとした中庭の方へと走り去った。
放っておけ。屋敷に城をしてしまえば飢え死にするだけだ、と上官が叫ぶ。兵士たちは作業を済ませ、西側の門から出てきた。その門はしっかりと閉ざされ、ハー家の屋敷は廃墟となった。隊列は再び行進を始め城に戻った。総督はそこで治療に専念し、囚人たちの処遇を定め、10日後に改めて大祭司たちのいる宮殿を訪問した。第7章、囚人。翌日、ローマ兵が人気のないハー家の屋敷に出向き、扉を牢で塗り固め門を封印した。門の脇にはラテン語で書かれた告示板が釘付けされた。当該建築物はローマ皇帝の所有なり。高慢なローマ人はこのたった一行の告示で十分だと考えた。2日後の昼ごろ、ナザレの村にローマ軍の10人隊長が騎兵を引き連れて、南側、すなわちエルサレムの方角から入ってきた。その頃ナザレは家がまばらに点在する丘の上の小さな村で、たった一本の村の目抜き通りでさえ家畜が踏み固める小道に過ぎなかった。エスドラエロン平野が南に隣接し、西側の高台からはヨルダンやヘルモン山の向こうに広がる地中海の海岸線を見渡すことができる。眼下の谷、そしてそれを取り囲む一帯にはブドウ園、果樹園、放牧地が広がっていて、夏目屋市の木立がどことなく東風な雰囲気を醸し出し、粗末な家の屋根はブドウが艶やかな葉で覆われていた。干ばつはユダヤの丘をカラカラに焼き尽くし、不毛の地に変えてしまうが、ガリラヤよりこちらはこのように緑豊かな別天地だ。騎馬小隊がラッパを吹き鳴らしながら村に近づいてくると、住人たちが引き寄せられるように集まってきた。見慣れない一行がなぜやってきたのか、それを見ようと家から飛び出してきたのだ。ナザレは大きな通りから外れているというだけではない。それがローマに抵抗したガマラのユダの支配下にあるということを考えれば、村人たちがどんな思いでローマ人を迎えたかということも想像できるだろう。しかし実のところ、村人たちは嫌悪感より強い好奇心に動かされ、小隊がこれから小休止をする村の北東にある井戸を目指して急いだ。村人たちの関心は一人の囚人に向けられた。この囚人は裸同然の格好で、頭に何もかぶらず、馬の首に結びつけられた紐で後ろ手にくくられている。隊列が動くと埃が黄色い霧のように舞い上がり、厚い雲になって辺りを覆った。うなだれ、気を失いかけながらも痛い足を引きずり歩くこの囚人は、まだ裏若い青年だ。井戸のところで小隊は止まり、ほとんどの兵士が馬を降りた。囚人は道端にへたり込み、動こうともしない。疲労の極限で何をする力も残っていないのだろう。囚人がまだ若者だと分かると、村人はできることなら助けてやりたいと思ったが、何も手出しはできず、兵士たちが水がめを回し飲みしているのをただ眺めていた。そこへ一人の男がセフォリスの方からやってくるのが見えた。それを見るなり女が叫んだ。ごらん、大工さんが帰ってきたよ。あの人ならどうにかしてくれる。その男は威厳に満ちた風貌をしていた。頭に巻いたターバンから白い巻き毛が少し垂れ、白いひげが粗末な灰色の上着の胸のところに垂れていた。彼の足取りは重かった。年齢のせいもあるだろうが、斧やノコギリなど重い大工道具を抱えて、かなりの距離を歩き詰めたせいもあるだろう。
男が人だかりのところで立ち止まると、女は駆け寄っていった。ラビ様、ラビのヨセフ様、囚人がいるんだけど、兵隊さんに聞いてみてくださいよ。あの囚人が誰で、なんでとっ捕まったのか、あの子をこれからどうしようっていうのか。ラビは表情を変えずに囚人を見ると、すぐ隊長の方へと歩いていった。神の平安を、威厳を持ってヨセフは言った。神々の平安を、住人隊長は答える。エルサレムから来られたのですか？そうだ。囚人はとても若いようですが。確かに。この子は何をしたのでしょう？暗殺未遂だ。村人たちは驚いて口々にささやき合った。ラビはさらに尋ねた。この子はイスラエル人ですか？ユダヤ人だ。隊長はツッケンドンに言い、村人たちはますます同情した。わしはお前たちの部族のことはよくわからんが、こいつの家のことは知っておる。お前たちもハーというエルサレムの豪族の名を聞いたことがあるだろう。ベン・ハーと呼ばれたヘロデ王の時代に生きておった人物だ。会ったことがあります、とヨセフが答えた。こいつがやつのせがれだ。驚きの声が人々から上がったので、隊長は慌てて言い出した。おとといのことじゃったが、エルサレムの通りでグラトス閣下の頭めがけて、こいつが屋敷の屋根から瓦を投げたんだ。村の人たちは若いベンハーを獣でも見るような目つきで見つめた。閣下は死んだんですか？ラビは尋ねた。いや、刑は下ったんですね。そうだ、終身ガレー船送りだ。神のご加護を。初めてヨセフが感情を込めて言った。その時ヨセフと一緒にやってきて、後ろで静かに立っていた一人の若者が、抱えていた斧を下ろすと、井戸端の大きな石のところに行った。そして水差しいっぱいに水を汲むと、囚人のところにかがみ込んで水を与えた。その若者の振る舞いがあまりに自然だったので、ローマ兵は止めに入る間もなかった。ユダは肩に優しく手をかけられて我に返った。見上げると一人の若者が立っている。二度と忘れることのできない友達だった。ちょうど自分と同じ年格好で、黄色っぽい栗毛の髪が顔にかかっている。紺色の目は穏やかだが、愛と神々しさにあふれ、胸に訴える何かがあった。強い意志と命令を下す力を感じさせた。それまで昼夜を問わず攻め立てられたために、ユダの心は硬化し、ただ復讐することだけを考えていた。ところがズタズタになった心が、この見知らぬ若者の眼差しによってたちまち和らぎ、幼子の心を取り戻したのだ。水差しに口をつけ一気に飲み干した。その間若者は何も言わなかったし、ユダも何も言わなかった。ユダが水を飲み終えると、若者はそれまでユダの肩にかけていた手を頭の上に置いた。祝福を与えるちょうどそれぐらいの間、ユダのほこりまみれの巻き毛の上に置いた。それが済むと若者は水差しを元に戻し、斧を取り上げ、ラビのヨセフのところへ戻っていった。住人隊長も村人もただ彼の動きをあっけに取られて見守っていた。これがナザレの井戸端で起こったことである。ローマ兵も馬も水を補給すると行進を開始した。しかし隊長の気分に少し変化が生じたのだろう。彼は囚人を助け起こすと、兵の馬の後ろに乗せてやった。やがて村人たちもそれぞれの家路に着いた。
もちろんラビのヨセフとその弟子も。このようにユダとマリアの一人子は初めて出会い別れたのである。